聞こえてますか初めましてエイジさんサトッポンさんリョペさんナナミンさん初めまして声聞こえてますかアレキシさん年しさん初めまして初めましてありがとうございますコメントめちゃめちゃ緊張してます今 えっと、わ、わかぼんさん、はじめまして、ゆうやさん、ありがとうございます。ほら、ありがとうございます。いちごさん、ありがとうございます。としかさん、聞こえてる、ありがとうございます。ちゅうちゅうさん、こんにちは。こんにちは、たぶん、初めてじゃない。<laughs> ありがとうございます、ちゅうちゅうさん。太一郎さん、こんにちは、こんにちは。や、山本ルーるんさん、はじめまして。 <laughs> えっとワカボンさん聞こえてますありがとうございます海太郎さんこんにちはこんにちは <laughs> めちゃめちゃ緊張しててちょっとコメントついていけてないんですけどトライアゲイン48さんはじめまして G キレイありがとうございますメアンダーさん初見ですはじめましてありがとうございます えっとちょっと名前読めないんですけど、たくさんありがとうございます。えっと良ければコメントとフォローお願いします。えっと自己紹介します。えっと nmb48 第10期生オーディションエントリーナンバー114番の。114番です。えっと岡山県出身の20歳です。 えっと、佐藤友ともさん、こんにちは、こんにちは。プチ太郎さん、はじめまして、はじめまして。う、う、うひうほう <laughs> さん、こんにちは、こんにちは。と、ジさん、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。たくさん来てくださって。トもリーさん、こんにちは、こんにちは。草刈木さん。 はじめましてじゃない。<laughs> ありがとうございます。草刈りさん初見です。多分。多分知ってる私。<laughs> ありがとうございます。また見つけてくださって。くサさクさん、こんにちは、こんにちは。サボーローさん、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。えっ、ー、と、ボンチーさん。あ。 待って、追いつけない <laughs> よしえっ、ー、と待って凡人さんはじめましてはじめまして吉田さんななぎ町現代美術館ああ知ってる <laughs> ありがとうございますそう岡山県出身で私でも行ったことないな多分川佐徹さんはじめましてはじめましてなんかなチ <laughs> ーさんはじめまして <laughs> ありがとうございます久坂力さんありがとうありがとう来てくださってありがとうつ <laughs> ーさんつーさんつーさんも初めましてじゃないかなこんにちはこんにちはキックさんこんにちはえっともう1回自己紹介します NMB48 第10期生オーディション114番ですえっと岡山県出身の20歳です165.5センチです身長は と特技はバドミントンですちょっと待ってください <laughs> もう追いつけない草刈機さん見つけてよかったありがとうございますあ <laughs> えっと安田隆さん多分安田隆さんも初めてじゃないかもちょっと一回名前読みますね 天地さん、初音もありがとうございます。ひでさん、ホローありがとうございます。カータさん、こんにちは、こんにちは。ヒラリハットさん、けんさん、アクジャーバン、アクジャーバンさん、ありがとうございます。けんさん。あ、やばい <laughs> あ。あ、ともくんさん、初見です。ありがとうございます。これ、ちょっともう使い方がわかんなくて。あー、フ <laughs> イートさん、こんにちは、こんにちは。リオンさん、こんにちは。ありがとうございます。川沢徹さん、だいぶ緊張されてますね。めちゃめちゃしてます。もう、本当に、心臓がバクバクで。えっと、MPAR さん、なんて読めばいいんですかね、これ。初見です。ありがとうございます。ケイジュさん、こんにちは、こんにちは。えっと、高橋さん、こんにちは。おいもちゃん、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。カズさん、こんにちは。ユさん、こんにちは。 モンタさんフォローありがとうございます。マッチさんこんにちはありがとうございます。えっと <laughs> N M B フォーティー第十期生オーディション百十四番です。えっと岡山県出身の二十歳です。百六十五点五センチです。草刈り木さん配信中のポストしましたありがとうございます。良ければ皆さんえっとフォローとコメントお願いします。待ってこれどどこ どっちを見たらいいんかな？タイムラインを見たらいいんですかね？草刈り機さん、レインボースター掛け順ありがとうございます。ゼロ旅さん初めまして。初めまして。じゃないかも。<laughs> ありがとうございます。えっ、ー、と特技はバドミントンで、趣味は、えー、川魚を取って稚魚から育てることとシルバニア集めが大好きです。憧れは小島かりんさんと松本美姫さんです。よろしくお願いします。 川佐藤さんであだ名なんかありますですよねめちゃめちゃ <laughs> これ最初に考えた時に何にも思い浮かばなくって一応今114の横にちょっと空白開けてるんで決まったら名前付けたいなって思ってるんですけど何か114でいいあだ名があったら皆さんコメントしてください。 さとろくさん、こんにちは、こんにちは。ちーまささん、ォローありがとうございます。ユウトさん、チラ、ありがとうございます。KG603 三三こんにちは、こんにちは。フォローもありがとうございます。ビッグウェーブさん、こんにちは、こんにちは。ユウさん、癖の強い特技。ありがとうございます。さかりきさん、あだ名何がいいかなですよね。<laughs> マッチュさん初見ですありがとうございますあーコメントが追いつかないえー、っとああ慎吾さんこんにちはこんにちはコロワンさんこんにちはマッチェさん1 1 4いいよいやなまあまあですよねいいよとかいいよんとかでもいいかなって思ったんですけどいいいいよちゃんいいよんちゃんとかまゆゆみ推しさんこんにちはこんにちはあったああ あったっていうか一回見ね初めてじゃないかもしれないどうだろうおおうふひとさん初見ですありがとうございますきくさんこんにちはこんにちは待って漢字読むの合ってますか <laughs> えーっとまかーーのまさみさんほらありがとうございますようちゃんさんほらありがとうございます お旅さん何のひねりもなくいいよちゃんですよねやっぱいいよちゃんが定番か草刈り木さんハートありがとうございますたくさんコメントが追いつかない本当にどうしよういいよんいいやん <laughs> いいよんいいやんどっちがいいかなせいこさんこんにちはこんにちは白熊さんこんにちはポンチーさんこんにちはせいこさんほらありがとうございますそのままだけどいいよでいいよ <laughs> いいよでいいよ いいよでいいかなじゃあマッチュさん趣味おもろい <laughs> 趣味そうなんですよ川川に行くのがめっちゃ好きで夏によく行くんですけどあのだからもう少し暖かくなったら川に行きたいですお家で水槽でめちゃくちゃ魚を育ててますゼロさん初見ですありがとうございますえっ、ー、とああ <laughs> タピさん、いいしー <laughs> いいしーなら詰んででけこんにちは古しげさんこんにちはこんにちはキッチンさんはじめましてはじめましてえっ、ー、とユウさん「トイシちゃん」とかなぜって言われたらまっちゃう「トイシ」ああ「とああ「トいイシ」ってことかおお確かにそれもありいいよいいよ <laughs> 盛り上げ <laughs> 授業リバースするんえー、えでもまだ大きくはなってないんでどうやろうでも最後まで買いたいた <laughs> もう愛着が湧いてくるからあリリースか <laughs> リバース <laughs> めちゃくちゃ育ててるのめちゃくちゃっていうほどじゃないけどなんか。 あの水槽に入れて私もそれを見て癒されてます。二千2953三じめまして始めまして猫の親分さんほらありがとうございます川が好きならかっぱちゃんあそ,そっか別に番号関係なくってもいいのかえ待って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 坂本玲央さんと田中美空さんえこれ本物の方ですか <laughs> 初訪問え どういういことやろ <laughs> マッチさん数匹えっと今は1234魚は4匹なんですけどエビが結構5匹ぐらいかな私今でも今大阪に住んでるんですよ岡山出身なんですけど大学で大阪に来ててだからなかなか実家に帰れないので。 川里さん、お魚に名前付けてますつけてたんですけどつけてた子がなくなっちゃって今は <laughs> 誰にも名前ついてないですちゅうちゅうさん趣味の川魚って他に趣味な子いない <laughs> でもなんか川魚見てると癒されるんですよもう水槽水槽の感じ見てるだけで癒されるんで吉和さんこんにちはこんにちはマッチュさんまあ川魚は食べれるいやダメ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  <laughs> いやでもね食べれそう,そうな大きさの子を飼ってたこともあったから <laughs> でも食べたことはないですまマッピーさんこんにちはこんにちはえっ、ー、と R さん字綺麗ねありがとうございます一応書道を習ってました6年間マッチュさん悲しい <laughs> カズ森田さんこんにちはこんにちはまちさん名前な何何しにしたのか えー、そう名前ちょっと名前の付け方がまだ何ていうの見分けがつかなくって <laughs> 川悟徹さん気まずいこと聞いてすみませんいやいやでもめちゃくちゃあのめちゃくちゃ気にお気に入りだったんですよその亡くなっちゃった子がそうだからショックでしたくまさんこんにちはこんにちはちょっとコメントしか読めないらくらくさんこんにちはこんにちは あやばい漢字が読めない何山さんですかこれ何ああ <laughs> 秀太郎さんこんにちはこんにちはこれコメントがガクヤンさんこんにちはこんにちはおけいさんこんにちは食べられるまで大きくするならもう養食にそうなんですよそんな感じになっちゃってるでも さすがに食べれないです、ね、<laughs> かわいすぎてグワシさんこんにちはこんにちはえー、っとおっさんさんこんにちはこんにちはピーコさんありがとうございますコメントまふみさんこんにちはこんにちは高山さんかありがとうございます本当にあの感じが わし,あでもわしはわかるかたかって読むのか <laughs> ピノえっ、ー、とピノさんミヒのどんなとこに憧れてるえー、私もう松本美比奈さんすごい大好きであのこの前えー、っと渚最高の時に握手会も行かせていただいたんですけど <laughs> 私8期生 から NMB のオーディションを受けててその8期生の時に松本美比奈さんがすごいオーディションの時に可愛いなって思ってでそう最近めっちゃすごいなんか何あのかっこいいって思ったのが私渋谷渚さんの卒業コンサートを行かせていただいたんですけどその時にスクラップビルド を踊られてる松本美比奈さん見てめちゃめちゃかっこいいなと思ってもうずっとそのパフォーマンスがに引きつけられてました好きな曲「見るに結構おった <laughs>」そうなんです好きな曲これ「僕だけのシークレットタイム青アブラスバンド三日月の背中」って書いたんですけど最初になんか自分で何 3つあげようと思ったらあの最初三日月の背中じゃなくて「夏の催眠術」って書いてたんですよ練習でこの紙を書いた時にそしたらあまりにもチーム M さんに偏りすぎちゃったので一つちょっと三日月の背中に変えましたでも好きな曲たくさんあるんで <laughs> 名前の読み方は特殊な場合もあるからうん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 えどうしよう名前いいよちゃんかいいよんちゃんかやっぱり。 ギリギリさんこんにちはこんにちはえっ、ー、とナ原大好きマンさんこんにちはこんにちはあいきゅんさん初見ですありがとうございますカエルぴょこぴょこむぴょこぴょこさんこんにちはこんにちは <laughs> トムさんこんにちはとしまるさん初めましてはじめまして,ましてあー母さん,さんおたかつバリバリしてますねしてますもうオタクなんで <laughs> アッスーさん、こんにちは、こんにちは。川悟さ,さん、これ、ピカ、ピカピカ。ありがとうございます。マスクさん、フォロ、ーありがとうございます。メガネさん、あこんにちは、こんにちは。羽馬さん、こんにちは。マダラ、あー、お、おかみさん、こんにちは、こんにちは。ナンバーワンさん、こんにちは。あかつきさん、こんにちは。 うん <laughs>。ああ、待って。ああ、どうなっ。<laughs> ちょっと待ってください。なんか。勝手にこれ。更新されちゃう。コメント見失っちゃいました。ああ。<laughs> ちょっと待ってくださいね。 えっと草刈利さん NMB48 といえば5月に徳島の四国放送祭りでアスタムランドに来てくれるのを知りましたあそうなんですかへえアスタムランドも私の大好きな場所です <laughs> めっちゃよく行ってましたから阿部さんミヒーの握手会もしかしたら一緒のレーンにいたのかもえそうですかいたんかな 私も並んでましたいたのかもしれないじゃあおっさんさん AKB を卒業した稲垣かおりさんって聞いたことはおそうあ,のあんまり詳しくは知らないんですけど聞いたことありますちゅうちゅうさん応援してるして応援 <laughs> 応援んごめんなさいもう見えない応援して るありがとうございます。モノポンさん、こんにちは、こんにちは。コウさん、こんにちは。なかなかさん、ちゅうちゅうさん、はじめまして、はじめまして。イサさん、こんにちは、こんにちは。アスタムランド、アスタムランド、大好きです。アーリーさん、こんにちは、こんにちは。ユータカさん、こんにちは。アベベさん、ハート。 ありがとうごだるまもありがとうございますさっきのしえっ、ー、と高山さんが「溶山」って読む歴史上の字人もいるから読みは難しいへえ溶山絶対読めないと思いますそれ <laughs> 難しいへえ 上杉洋山さんっていうのがいるってこと私本当に歴史が一番苦手な教科なんで <laughs> マーボーさんこんにちはこんにちはマークさん背高いですね字も綺麗ありがとうございます背背高い方だと思います <laughs> 背でも縮んだんですよもうショックで4月つい最近健康診断みたいなやつで背が 縮んでました1年の間で安田たかしさんオーディション見に来たけど AKB と STU のファンです安田たかしさん私多分知ってますありがとうございます <laughs> え、安田たかしさんって STU あ STU で森下舞葉さんのファンでしたっけ合ってるかなピノさんもしかしたらミヒーに認知されてるかもえー、どうなんだろう <laughs> されってったら嬉しいけど川佐徹さんバドミントンは今でもたまにやるめちゃくちゃはやらないけどあのー、岡山に帰った時にクラブチームの小学生のことを一緒にやったり教えたりしてますあべべさんおなじみ日しとしてフォローしましたありがとうございます青い豆腐さんフォローありがとうございますおはようございますさんだるまありがとうございます ひーわーわーさん、初見です。ありがとうございます。ゆさん、ほら、ありがとうございます。肉、肉。肉。肉バスさん、岡山民です。頑張ってください。ありがとうございます。同じですね。岡山一緒で。ありがとうございます。ゼロ旅さん、変な豆知識で、米読み。 止めちゃってごめんいや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 もう私本当に頭が全然良くないのでもう知識くださいよさあたかいさん STU であまりしたまいは舞さんと卒業した佐野はる,はるかさんのファンですよかった当たってたよかったちょっこうさん好きな曲チームエムめっちゃ好きやんそうなんですよなんか本当にたまたま好きな曲がチームエムさんにめっちゃ買 偏りましたマーさんこんにちはこんにちはフッシャンさん初めまして初めましてユウさんお花ありがとうございますサヤネさんこんにちはこんにちはえーっとトモさんこんにちはこんにちはサヤネさんハートありがとうございますタナさんこんにちはトモさん綺麗な声ですねおめちゃくちゃ嬉しいありがとうございます <laughs> そうなんです私あの顔が出せないので 声でしか皆さんにお話できないんですけど、だから顔出しできなくって難しいんですけど、なるべく声だけでも楽しい配信にできるように心がけるので、今日から二十九日までよろしくお願いします。安田たかしさん、A K B では山根須田さんのファン。 あ確か NNB よとですよね山根すずはさんめちゃくちゃ NNB のこと好きですよねあのー、あれあそこに行かれちゃうんですよねもう出てこない <laughs> KLP にめちゃくちゃショックでしたあれ聞いた時直行さんミヒをしてるの好印象何星になってて分かんないなんだろう阿さん岡山やとあやぴょんと一緒にそうなんです桜田彩香さんのことはもう めちゃくちゃ。尊敬してます。同じ出身で。めちゃめちゃ小顔で。えっと、ともさん、香川在住なので、岡山の人は親近感が湧きます。いや、私も香川の人って、すごく親近感湧きます。香川と岡山って、結構、なんか、あれじゃないですか。結構、セットじゃないですか。 なんか天気予報とかも結構岡山と香川でよく見るのでよく私も香川には遊びに行ってましたすぐ近かったのでひゅいて瀬戸大橋渡って「さぬき子どもの国」とかめちゃくちゃ行ってましたちょこさんミヒのどんなとこが好きえー、松本美比さんのパフォーマンスが私めちゃくちゃ好きでめちゃくちゃダンスうまいところと。 なんもう私からしたらすごく年が離れてて <laughs> もう本当に可愛いって感じですもうなんか松本美比奈さんは私はメールメール取ってましたから淳 <laughs> さんかなこんにちはこんにちは。こんにちは ロベさんほらありがとうございます 350cc さんこんにちはこんにちは阿部ベ,ベさんあやぴょんの握手会は行ったことじゃないのそうなんです行ったことないんですでも行きたいな行きたいです桜田彩かさんの握手会もえっ、ー、と椅子は高志さん48グループの配信特に欲しいなってしまう困りますよね <laughs> なんか全然さ あの、なんていうの。悪いこと言おうと思って言ってないのに、星になっちゃうの、ちょっと難しいですよね <laughs>。母さんとさん、声だけでも心をぐっと掴まれてます。よっしゃ。<laughs> にいと。あん。ああ、読めない、なんて読むんですか、これ。あん。やま。こさん。こんにちは。こんにちは。s. I. V. A. さん。こんにちは。こんにちは。 これちゃんと私コメント見逃してないですかなんかちょっと初訪を持って来てる方の通知が多いのでえっ、ー、と「テロップ書きます」え名前どうしようその名前決めてないいい,いいよちゃんかいいよんちゃんかどっちがいいと思いますか <laughs> えっとテインさんヤッホーはじめましてありがとうございますコメントマーディさんこんにちはこんにちはえっ、ー、とアベさんアンケートしてみればアンケートしましょうかじゃどうやるんだったっけこれこれか投票か1一番と2番1番がじゃあイヨちゃんで2番がイヨンちゃん イイヨかイイヨかなこれをどうしていいか投票開始いけてますか一番がイイヨちゃん二番がイイヨんちゃんですえっ、ー、としおりんさんしおりんさんってしおりんさんですか 身落ち推しの力持ちさん岡山県って桜のやかちゃんと同期そうです。桜田やかさんと一緒です。いおちゃん、あいおちゃんもありか。でもいいちゃんだったら14番。さんとちょっとわかんなくなっちゃいそう。草刈り機さんありがとうございます。めちゃめちゃ見やすい！ えっと。えっ、ー、と今、名前の投票してます。一番がいいよちゃんで、二番がいいよちゃんです。投票お願いします。えっ、ー、と、N. M. B. 法廷と第十期生オーディション、百十四番です。えっ、ー、と。岡山県出身の二十歳です。よろしくお願いします。 さ NMB に詳しくなくていやいやたくさん話しましょう STU さんのお話とかでも全然いいんで私はもうアイドルオタクでもう <laughs> ですので全然 NMB の話じゃなくってもたくさん一緒にお話ししましょうジョイ・クロさん初見ですありがとうございます是非今来てくださった方もコメントとフォローお願いします ジトクさん,ジトクさんこんにちはこんにちは初めてじゃないかなヒロッティさん初見ですありがとうございますそろそろ終わるかなじゃあ投票おーめっちゃ接戦 <laughs> 2番がだからいいよんちゃんかじゃあいいよんちゃんに 決定します。あれ、待ってどうするっけ、これ。じゃあ、いいよんちゃんだから。待ってね。ちょっとテロップに。自己紹介書いときます。岡山県。二十歳。いいよん。いいよんちゃんにしときます。 イイヨンちゃん岡山県あ,あちょっと待ってくださいね出身うんオッケー一旦これでいいよんちゃんいいよちゃんに決まりましたいいよんです四ですやっぱり近差になったですよねでもいいよいいいいよん接戦接戦でした あー、待って待って。たあー！た, <laughs> たこぴさん、こんにちは。こんにちは。リーダーさん、こんにちは。こんにちは。ちゅうちゅうさん、いいよんちゃん、いいよんちゃんになりました。安田隆さん岡山と書いてたから、地元が岡山なんでついつい見に来てしまった。嬉しい。岡山出身一緒なのは嬉しいです。私も岡山も好きですし、大阪のことも大好きなんで。 押してくれてもいいよんとか言えますね確かに <laughs> めちゃめちゃあざといやん押してくれてもいいよん <laughs> えっと待って何回もちょっと自己紹介するんですけど一番最初の配信なんでしおりんさん癒しごえありがとうございます えっと、NMB48 第10期生オーディション114番の、えー、岡山県出身身歳でですす長は165.5センチです特技はバドミントンで趣味は川魚をとって稚魚から育てることとシルバニアが大好きです憧れは小島かりんさんと松本美比奈さんです よろししくお願いします待ってもう33分も経ったんですか早すぎてもう緊張しすぎてて <laughs> えーと待って待って待ってひろっぴーさん田舎が岡山の織田軍なので気,気になりました えー、岡山の織田軍あ私あんま知らないめっちゃ田舎の方なんかなへえー、黒白さんほらありがとうございます安田隆さん ST に入った森末姫村さんも岡山出身で大阪に住んでですよね森末姫村さんも確か大阪に住んでて STU に私あれ見ましたよあの森末姫村さんのあのあの3期生さんの番組 ずっきゅんドッキュンみたいな <laughs> あれ見ましためちゃくちゃ面白かったです友きさんはじめましてはじめまして友きさんほローありがとうございます達郎さんこんにちはこんにちはでーりあさんこんにちはこんにちは川佐るさん緊張してたら水飲んでくだあそうやお茶置いてあるのにもう飲むのすらも忘れてましたちょっとついどきますフ <laughs> わーカーボンさんだるまありがとうございますひろってさん北の方、ほなんやろうほう北の方なんか岡山の北の方かあんまわかんないかも寒いんですよね岡山の北の方ってそりゃそうかあべべさん8期オーディ何時まで行ったの8期生オーディションは3時審査で落ちました であのありがたいことに11周年コンサートでは八木候補生として立たせていただいていただきましためちゃくちゃもうあの日は本当にもう今でも本当に忘れられないくらいもうめちゃくちゃもう幸せな時間でした <laughs> 八木がその3時まで行ったんですけど9期で書類用うちで で今回10期でここまで来れたのでもう頑張りたいです <laughs> 真夏真夏さんちらありがとうございますコメント黒白さんいちごありがとうございます草刈りきさんズッキゅんばっきゅドッキュ見てるんです <laughs> 見てますなんか岡山弁のなんか告白みたいな感じやな感じだったじゃないですか <laughs> <laughs> そうなのになんか急にズッキュンバッキュンドッ,ッキュンみたいなめちゃくちゃ笑いましたランチュさんはじめましてはじめましてじ渡美さん調子が出てきた配信のでもだいぶあの緊張はほびれてきました <laughs> でもあの全然あの名前呼べれてなくてごめんなさい初訪問の方なんかえっ、ー、と安田隆さん岡山の北の方 高校の時に寮に住んでたあれは寒すぎるうわ絶対寒い高校の時私も高校の時は寮生活でしたね寒そう北の方はなんかよく高校の時の友達とか北から来てる子とかはもうなんか電車が止まったとかよく聞いてたんで寒いですよね絶対ひろってさんハートありがとうございます さんあそうだったんですねそれ知れなかったですな何かな大阪情ホールのやつかなもう追いつけてなくって阿部さん,さん大阪城ホールも建てたのねほんと建てたんですけど8期の時は3次審査まで残ってたんですけどあのショールームする勇気が出なくって <laughs> だから配信もしてなかったんですけど今回は頑張ろうと思って。 メープルさん初見ですありがとうございます翼さんはじめましてはじめまして阿部さんめっちゃ飲む <laughs> ちょっとほんまになんかもうずっと喋ってたら朝から一人でいるから朝からなんていうの声を出してなかったから急になんかこんないっぱい喋ったらもう喉が <laughs> しおりんさんファイトありがとうございますフォローもありがとうございます バンドネオンさん、ほら、ありがとうございます。翼さん、8期の密着、映ってますか映ってます。モザイクで映ってます <laughs>。モザイクで映ってます。でも、探さないでください。川里さん、この飲みっぷり、なんだか懐かしさがあります <laughs>。いやー、もう、喉がめちゃくちゃ乾くんで <laughs>。やっちゃんさん、ほら、ありがとうございます。真夏真夏さん、ほら、ありがとうございます。 <laughs> えと草刈さん3期生ではもう一人の岡山出身の石原さんをひっそりと応援してですよね石原この前あったじゃないですか倉敷イのンの内海りねさんと森末姫菜さんと石原優奈さんのやつあれ行こうと思ったんですけどちょうどその日に何て言うの大阪に戻ってこないといけなくって。 あの行けれなかったんでめちゃくちゃ行きたかったです一 c の3期は岡山出身だけ応援したうん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 肉バスさんあやぴょんもしてなかったよ配信かなあの時よあのあの8期の時ですよねあやぴょんさんはあの私二次審査の時に隣だったんですよ桜田彩かさん 草さん配信はやっぱりすごく聞きやすくて楽しいですありがとうございますよかった友さん NMB 以外のオーディションを受けたりしたことありますか NMB も受け NMB 以外も受けたことあります4トグループさんが私はすごく大好きなので <laughs> 安田隆さん a k b イトの山根鈴葉さん えっと、NMB のオーディション落ち,てた落ちたのに顔出しで出てたあれかその密着とかにってことですか山根鈴葉さんって何期生受けてたんですかね5期生とかぐらいでしたっけさあさん「ちらちらありがとうございます」コメント「城旅さん10期の密着にはもザもザなしで映るようにならないとねですよねそ,そうなりたい」 ちゃんとあの何モザイクなしであの名前が <laughs> 入ってるように映りたいですのぶさんほらありがとうございますマキ,マキさんあ違う合ってるか来てくださってありがとうございますうんああ <laughs> えーっと ともさん合格してお顔うみたいです。いや、もう顔は全然可愛くないので <laughs>。顔はでも可愛くなる。努力はもう日々してます。頑張ってるんで。どうか <laughs>？皆さんに顔合格した時に可愛いって思ってもらえるように。頑張ります。メダル収集人さん、こんにちは。こんにちは。ラーム。 あ読めないラムテンえないんて発音するかわかんないごめんなさいこんにちはこんにちは牢養中マー君さん岡山県在住ですお一緒だ私もつい最近まで3月まで帰ってました岡山に春休みだったので山根鈴葉さんしゃべたら年比5期を受けてて密着やっぱ5期生ですよね 肉アキラ先生ののあ先生そうあのその情報の時にアキラ先生にそのダンスを教えてもらったんですけどなんかもちろん自分の中であの知らなかったんですよアキラ先生が来るって <laughs>。知らなくて行ったら。 行ってなんかダンスの振り確認しますみたいな時に。あきら先生がこう登場してきて。<laughs> 一瞬でなんか焦りました <laughs>。めちゃくちゃでも。なんていうの。本当に初対面でその時。なのにめちゃくちゃなんていうの厳しく。まあ、あのあきら先生のまんま指導してくださって。<laughs> 本当に。でも楽しかったです。あきら先生に。 ダ襲われ襲われて <laughs> 待ってどこだったっけちなみにどんな努力をえー、もう痩せたり顔私顔ほっぺがちょっとムチムチしてるからマッサージ頑張ってますフフチューチューさん岡山から大阪なら近いよねこちらも会いに行きたいので。 頑張ってくださいねありがとうございます頑張ります岡山と大阪めちゃくちゃ近いですよね結構 <laughs> 昔はなんか遠いと思ってたけど何大学こっち来るようになってから結構行き来するのでなんかもうすぐって感じるようになりました新幹線だったらめっちゃ早いしバスとかでもめっちゃ安いんで結構行き帰りしちゃいます 可愛くなるために自分磨きしてる女の子は尊敬しますすごいありがとうございますなんか頑張ってます <laughs> やっぱもう可愛くないとアイドルなれない <laughs> からね頑張って自分磨きは頑張ってますマッキーさんこんにちはこんにちはぼよよん先陣さん初めまして初めまして夕張りさんこんにちはこんにちは 安田孝さん岡山と大阪近いといえば近いけど在,連在来線だと時間がかかる在来線で行ったことないなでも新幹線とバスでしか行ったことないから安住マスターポロンさんこんにちはこんにちは翼さん近っぽよさん見れたえー、多分見てないような気がするどうやいらっしゃったのかな どううやろうピノーさん8期生のオーディション中で喋ったことのあるメンバーはいるえっと池穂のさんと松本美美奈さんは3次審査の時に座ってるところが近かったのでずっと待ち時間の時にお話ししてました。 池穂の香さんは大阪城ホールの時にあの一緒に練習したりもしてましためちゃくちゃもう優しい方でお二人とも私がめちゃめちゃ人見知りで全然喋れない人なんで <laughs> 私からはあんまり喋るとかできなかったんですけど。 翼さん緊緊張張ししててまますすよめめちちゃゃなんかつい始まる30分前とかまではめっちゃ楽しみだったんですけど何30分始まる30分前からめっちゃ緊張しだして <laughs> でもだいぶマシになりました一番最終りかはグルさん始めまして始めましてまりゅさんこんにちは頑張ってくださいねありがとうございますまりゅさん ありがとうございます。純一お兄さんさん、<laughs> こんにちはこんにちは。カーサドルさん合格してお会いできたらいいなと心から願ってますよ。嬉しいです私も絶対合格して会いたいです。あの本当に頑張るので信じて待っていてくれくださったら皆さん <laughs> 嬉しいです。 ヒーデーさんさん車検ですありがとうございます。よければフォローとかコメントとか皆さんお願いします。安倍べさんミヒの握手会いたときってミヒの反応どうやったのええっと私がなやろうあの時のですみたいなこと言ったらえっへっへっへーみたいな感じですごい言ってくださって何してるかずっと気になってたって言ってくださって。 もうこっちも「あ」ってなりましたかわいいってなりましたまさたかさんはじめましてはじめまして「ゼロ旅」さん NGT4 期の奥村さんは面識あるの奥村桃佳さんですか一緒にお話ししました奥村さんとも一緒にお話ししてしましたねそう奥村桃佳さんと池穂かさんとかと一緒に ダンス練習したりもしてました見てきたけど配信時間にしてあったのねこれかなこのやつかなリリリンさんほらありがとうございます合格して握手会で回し蹴りされるの楽しみにしてます <laughs> 回し蹴り会したいです <laughs> そうあの一応少林寺拳法をちょっとだけ習ってたので蹴りができます 英語さんこんにちはこんにちは、うん、ええー、っと待ってね、えっと NMB48 第10期生オーディション114番ですのイーヨンちゃんです岡山県出身の二十歳ですよろしくお願いします野原し之のす…野原,之 <laughs> 野原之助の之介さん之助の之介さんほらありがとうございます 瀬田高井さん、え、回し蹴りできなは、んやろうでも多分あれそのプロの人からしたらなんていうのその少林寺拳法のプロの人からしたらもう全然なんですけどだって辞めてからもうだいぶ経つんで10年ぐらい経つんでそんなめちゃくちゃうまくはできないけど蹴りはできます。しお兄さん、回し蹴り